幼馴染劇的に垢抜けて今じゃ誰もが知るインフルエンサーなんですか。いつの間にあのインキャラがどうして No 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 あの同級生も寿期待者旦那の会社上場で豪邸買うらしいなんですか。それじゃもうあの子障害安泰っていうかなんでそんなにうまくいくのよ。あもうめちゃ悔しいわ冷静を装ってても実は負けず嫌いでして負けず嫌いでしてそういう噂聞いちゃうともきっとなるとはいえ焦ったってしょうがない地道にコツコツやるじゃない細咲きの成功者だっているさって自分に言ってみるでも何このやりきれない感じちょっと待って no, 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 no. ちょっと待って no, 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 no. ちょっと待って no, 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 no. あもうめちゃ悔しいわ海外で日々大活躍してるあのモデルと実は同い年だったなんですか。いろんな意味でこの差は一体何はあこうなったらもうひょんなきっかけで特許取得しちゃうとか詳細高額の宝くじに当たるとかなんだっていいからそんな幸運をいただけないっすかっていうかそもそも運も実力のうちはあもうめちゃ悔しいわチャンス掴むも逃すも結局自分次第でして自分次第でしてでも先越されたとわかるとあーってなる悔して感情抱くことができるってことはまだまだ大丈夫だし頑張れるってことさで自分を慰めるでも何この出遅れてる感じちょっと待ってOh yeah, oh yeah, oh yeah. とはいえ焦ったってしょうがない。地道にコツコツやるじゃない。遅咲きの成功者だっているさって自分に言ってみるでも何このやりきれない感じ悔して感情抱くことができるってことはまだまだ大丈夫だし頑張れるってことさって自分を慰めるでも何この出遅れてる感じちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってあーもうめちゃ悔しいわもういったあーもうめちゃ悔しいわ悔しいわそれでは皆さんご一緒にバイビーバイビー。